皆さんこんにちは、西川みずきです。今日の動画はセルヴォーグのお気に入りのリップ比較をしたいと思います。セルヴォーグは本当に普段から大好きで、このなんか絶妙なカラーがあまり他にはない色っていうのがすごくお気に入りのポイントで、何色か買ってたら他の色も欲しくなっちゃって、いろいろ集めてたら 1,2,3,4,5 色集まったので、今回は比較をしていきたいと思います。まずはこちらの4番のカラーなんですけど、このカラー少しヌーディーなピンクブラウンベージュみたいな感じのカラーなので、大人っぽく、一番大人っぽく仕上がるカラーなんじゃないかなって思います。次はこちらの15番のカラーなんですけど、これはこの中では一番ピンク系の色味になっていて、ちょっと上品な女性らしい感じのカラーになってます。次はこちらの11番のカラーなんですけど、これは深みのあるちょっと赤っぽいんですけど、赤まではいかないちょっとブラウンっぽい感じのカラーになってます。次はこちらの23番のカラーなんですけど、こちらは結構人気ですごく SNS とかでも見かけるんですけど、使い方が難しいカラーかなとは思うんですけど、塗ってみるとすごく可愛いので今日も塗るのが楽しみです。最後はこちらの10番のカラーなんですけど、こちらはちょっとレンガ風というかそんな感じの赤みが強いブラウンカラーになっていて、結構しっかりポイントになる今年っぽいカラーかなって思います。まずはこちらの4番のカラーを塗っていこうと思います。結構今持ってきてる中のカラーの中では一番落ち着いてる感じのカラーかなって思うんですけど、普段使いもしやすいカラーになっているので、私は打ち合わせに行く時だったりとか、人と初めましてっていう感じの方と会う時とか、少し落ち着いて大人っぽい感じの印象にしたい時に使うことが多いです。次はこちらの15番のカラーを塗っていきます。こんな感じの色味になってるんですけど、こちらのカラーはすごく私が一番大好きな感じのカラーかなっていう色なんですけど、ちょっとローズっぽいピンク、くすんだ感じなので、大人っぽさもあるし、ちょっと可愛さもあるしっていうカラーなので、普段着ているお洋服とかも相性が良いので、普段使いも結構することが多いです。次はこちらの11番のカラーを塗っていきます。こちらのカラーなんですけど、これは少し紫がかったちょっと赤っぽい感じのカラーなんですけど、おしゃれな感じに仕上がるかなって思います。今日みたいな真っ黒なお洋服とかのポイントにもなるし、なんかそういう夜とかにちょっとパッと華やかな感じにしたい時とかもいいのかなって思います。次はこちらの23番のカラーを塗っていきます。こちらのカラーはイエローベージュみたいな感じのカラーかなって思います。塗るのが難しいかなって思うんですけど、塗ってみると意外と肌なじみも良いのかなって感じで、この後になんか赤系だったりとかちょっと色のあるものを中央とかにポンポンポンってなじませると、可愛くもっとおしゃれな感じの雰囲気に使えるかなって思います。最後はこちらの10番のカラーを塗っていきます。こちらは今流行っているレンガ色なんですけど、ちょっとブラウンっぽい赤が強めな感じのブラウンで、おしゃれな感じに使えるかなって思います。私は少しカジュアルだったりちょっと大人っぽい感じのラフな服装の時とかに使うことが多いです。はい、セルヴォーグのリップが全部塗り終わったんですけど、セルヴォーグのリップは私が大好きななんかくすんでるカラーがすごく多くて、でくすんでるんですけどすごく発色も良いので、私は普段リップをポイントにするメイクが多かったりするんですけど、すごいポイントになってくれて、そこもお気に入りのポイントです。リップのカラーもそうなんですけど、セルヴォーグのあのチークだったりとかアイシャドウだったりとか、すごく色が本当に可愛いので、ぜひ皆さんもよかったらチェックしてみてください。今日も最後まで見ていただきありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。では西川みずきでした。バイバーイ。